豊か軍企業集、ダンクル・キタル・長商王系長商キールン長安店オーケー長商は、台湾のサークル系を転換した、コンビニエンスストアである。現在のロゴマーク台湾におけるサークル系は1988年9月に出展開始。当時は中国語圏の他地域と同様に OK 便利店の店舗名称で展開された。2005年に、サークル系とのライセンス契約を終了し、 独自で経営することとした。その際に、現在のロゴマークに変更。そして2007年12月に店舗名を、OK 長賞に変更した。なお、長賞とは元来統一長賞の略称であり、台湾では便利商店が、コンビニエンスストアを指していたが、長賞という言葉が定着し、現在はどちらもコンビニエンスストアの意味で、使用されている。 OK ケ調賞では2015年10月1日に、ポイントカードサービスの特益ポンタの機能を組み込んだ、OK 小売連盟が導入された。一通表彰講師並びに、東森製鋼業証古墳有限講師と提携し、一通表彰のカードブランドで発行される。なお、エアスポンタはサービスそのものが2018年12月31日に、終了している。2018年6月より、 大組に店舗の展開を開始、自動販売機型の小型店舗でキャッシュレス決済に対応している。2019年5月現在、OK 調賞は902店舗を展開している。統一調賞や全家便利商店、そして来自不便利商店とともに台湾における4大調賞と呼ばれている。来る来たる調賞古墳有限公司は OK 調賞を運営する企業。 当社は1988年5月12日に、理長賞古墳有限講師として、豊か軍企業集団とザ・サークル系コーポレーションの、ジョイントベンチャーで設立された。1988年内には、副軍長賞古墳有限講師に称号を変更。前述の通り2005年に、サークル系ストアーズインクとのライセンス契約を打ち切ったことに伴い、称号を、 来る来たる調書を古墳有限講師へ変更した。一時、資料二次資料。ありがとうございます。